メリークリスマスということで、はい、ね、はい、どう、どうだった？あ、いや、どう、お前んところはよ、うん、だお前のはどっちかなっていう、これをちょっと当てたいんだけど、はいはい、さ、うん、爬虫類夫妻みたいな言われてるわけじゃん、お前の家では、はい、お前は。はい。はいって言うなよ。ね、爬虫類夫妻、うん、ね。うん、否定はしないけど。下ペロペロ爬虫類夫妻って言われてる。シャテ君からしか言われてないと。そうね。うん、な二人だから。はい。ね、ねえ、その、爬虫類夫妻から生まれた三玉がいるわけじゃん。うん、はいはいはい。一番上何歳？10歳ね。10歳でしょ、うん、で、まあ、下いて。うん。ってことは、うん、俺の記憶ではやっぱさ、うん、こう24か25、こう、一大イベントなわけだよ、子供は。はいはいはい、確かにね。ね。うん、あいつが来ると。うん、うん、うん、ね。で、ほら、で、それはさ、お前らはさ、うん、もうさ、うん、どっちかなと思うのよ。もう、まあ、普通に一般的な家庭のように、ほうほう。誕生、サンタさんからのお手紙をもらい、書い、うん、書かせたり、聞いて、で、うんうん、その夜、そこ置いて、はいはい。今日25の朝に、わー、来たー、来てる、サンタさんから来たよっていう、その一連をやるというね。はいはいはい。うんうんうん。そうだね。中学前ぐらいまではやるよね、多分ね。そうね。一般的にはね。うん、うん、うんうん。なのか、もう、うん、物心ついた時に、もうそういうのじゃねえからって、もうさ、教育して、自分で稼ぐって、まあ、稼ぐとはこういうことだからみたいな、なんかそういうことを、はいはい、教えてるのか、これどっちなのかっていうね、これやっぱ聞いてる人も気になるところだから。気になる。あ、ね、まあ。聞いてる人もどっち、うん、期待通りと思うけど、まあ、うちはしっかりやるタイプよ。あ、やる？え、どっち？みんなが期待してるのは、もう、そんなものいるわけないじゃないか。シャー、シャー、シャー、シャーって。しっかりね、サンタさんも来るし、プレゼントも置くし。来るの？お前んちも。はっちゃん、うん、来る。お前んちも、だけスルーはしない、サンタさん。スルーはしない。ちゃんと来てる。ただ、ただね、まあ、全部奥さんがしてくれるのよ。だから、まあ、昨日からの流れはね、私はいつものごとく酔っ払って、寝落ちするでしょ？だから、その寝てる間に奥さんがプレゼント仕掛けてくれて、私は9時ぐらいまで寝るので、もうひとしきりプレゼント開けて、遊び終わってるところに起きていくっていうね。だから、まあ、だからさ、実感はないね。だあれだよな、だから今の話聞くとさ、うん、みんなは思うわけじゃん。そんなさ、旦那だけ酒飲んで、管巻いて、飯だけ食って、うん、で、適当に寝て、起きて、うん、それをすべて、ね、サンタクロースのプレゼントを買わせて、うん、嫁にね、うん、全部やらせて、で、聞かせて、で、うん、片付けも、ね、夜のご飯の片付けもして、掃除もして、うん、で、お土産、プレゼント置いてっていうことするとさ、多分これ聞いてる人さ、うん、ひどい旦那だなって思うじゃん。はいはいはい。思いかねないから一応俺フォローしとくと、うん、こいつは常々思って誰の金で飯食ってんだっていう気持ち。いやいや、ひどいの。いや、ひどい。ね。だからそういう、だからうん。ああ、今なかなか。モラルがハザードして、モラルがハザードしてるタイプの、すごい、カッチッカッチってすごいんだよな、ハザードが。ハザードがね。炊き方がすごいんだよな、お前。まあでもその通りだよ。そうなの？だから、いやだから分かんなかった。クリスマスがあったっていう感じが全くしないね。あ、なんかそのいわゆるベタにチキンを置いてとか、うん、そういうのないの？まあご飯、うん、特にない。ご飯はいつも通りのご飯食べて。ああ、そうなんだ。なんかツリー置いたりとか、うん、あ、ないない。そういうのはないね。あ、だからほら、爬虫類夫妻じゃん。そういうシャンシャンシャン的なのないわけよ、ケーキ置いたりとか。ああ、ないね。なかったですね。だから、そうなんだ。そう、朝起きて、
パパ何か気づかないって言われて、何も分かんないよって言ったら、これプレゼントもらったのみたいな、あのプレゼントもらったんだって言って、うん、見せられる。あ、だからプレゼントの内容も知らないしね、全部奥さん用意してくれるから。どういう、ただお前はあれだろ、あの誰の、俺の金だから。そう、これは俺の金だな。サンタをパシリに使ったわけだもんね、これ買ってこいよってサンタにね。そうそうそう。そうです、そうです。まあそういうね、うん、いいメリークリスマスでしたね。うん、なんだっけな、そのあれなの、クリスマス、うん、今何を言いたいかがもう忘れちゃったんだけど、うんうん、楽しかったの、楽しかったのね。楽しい、うん、楽しそうでしたよ、子供は。嬉しそうでした。だからお前は普通なんだろ、その普通、私は普通、いつも通りの日曜日だった。そう、いつも通りの日常。正月はやるの、そういう。正月とかはさすがにちょっとやるの。正月もしない。あ、正月はでもおばあちゃん家に行くから、子供たちはね。ああ、そうか。うん、おばあちゃん家でなんかするんじゃないかな、私は。だからさ、知らない。なんかお前はほら、うん、こう季節ごとの行事は、節分はやる。しない。今さ、うん、全然しなくていいんだけど。これはでも、うん、あ、これはあれだね、やっぱ自分が生まれ育った時にそういうものしてなかったからさ。シェリ君もそうじゃん。うん、俺さ、ちょうど2月の3日あたりに、やっぱちょうど福岡だから、はいはい、今回はやろうね。俺がお前ん家にすごい大豆だけ買っていくから俺。いや、もういいよ、絶対やめてよ。嫌だよ。喜ぶと思うんだよな。嫌だよ。思いっきりぶつけ合うから。もうやめてよ。嫌なのよ。6月あたりにあれだよな、うん、棚の裏とかから出てくる。そう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 。そうそう。もうそういうのが嫌でね。ラジオを聴きの皆さん、こんにちは。こんにちは。鮭オーケストラの鮭の話。はい。司会進行の鮭オーケストラです。はい。アシスタントのコシモモです。モミモミ。鮭オーケストラ鮭の話は毎週土曜日午前1時に YouTube で配信中です。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。番組へのお便りは鮭オーケストラのホームページ内のラジオの投稿フォームよりお送りください。メールでのお便りは鮭の話@gmail.com にて受けたまわっております。また鮭の話は番組のスポンサーになってくれる方を募集しています。企業個人問いません。1エピソードのみのスポンサーでもお気軽にお問い合わせください。すべての詳細は動画説明欄をご覧ください。はい、はい、これ一応ね、年内最後、ね、はい、はいはい、どうだった今年は。まあ、後で、うん、振り返りはやるとしてな。はい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 。今年はね、うん、今年は何点、何点でした。今年は100点ですね。今年は100点よ。絶対嘘だよ。いや、本当よ。そんなやつがさ、そんなやつが松葉杖ついてさ、うん、のたうち苦しんでないと思ってる。それなかったらどうなってたんだよお前。そんだから本当に100か、お前。そういう意味でそれ100、もうそれも含めね。ちゃんと健康にも気遣い始めたし。あ、そういうことな。そうそうそう、気づきとなったんだ。そうそう、気づきとなってね、うん、お仕事も頑張ったし。具体的なそのハイライトは何なの、うん、その具体的なハイライトはビルとアパートと駐車場を買った。うん。これさ、本当にお前が、俺はね、俺がお前の一番好きなところは、はい、喋れば喋るほど好感度が長い。100点ですわじゃねえんだよ。本当に。で、クリスマスは嫁に全部やらせてもらって。すごいよ。
本当ね、予約するとひどいね。俺本当に、うん、なんか俺とかどうでもいいから、俺がとかじゃなくてこのラジオ有名になってくれればいいなと思うね、うん、お前が有名になればなるほどすごいアンチがすごい、なんかお前の家とかバラしてそうだね、住所、住所、私は逆に有名にならないでほしいよね。さらされればいいぐらいの、嫌われていけばいいと思う。嫌だねすごいよな、お前なんで嫌われないんだろうな。やっぱあの喋らないからね。喋らないから、うん、聞かれたから、ビルを買ったよと言っただけで。そうそうそう外では人には喋らないからね腰だから喋ってる。そう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 ラジオだからねいや、もうデジタルタトゥーもいいとこなのよ確かにねラジオこそ確かにねまあでも何も、うん、あれだよな、何もその、あの、うん、後ろ指刺さえることないから、それは。そう、そうだよ、そうそうそう、お前が頑張ったわけだからね。そう、そうなのよ、うん、いいこと、いいことだからね。腰ビル、腰ビルってつけようぜビルの名前をだってビルの名前つけていいんだろ、それ。そう、そうだ、そうだね、うん、第8腰ビルぐらいで作るあの腰がね、ローマ字表記ならいいけどね、あの腰ヒルズ、腰ダッセーな、腰ヒルズにしよう、ダッセーな、ボロボロのビルに、腰ヒルズ。いや、だから覚えられるしね、腰ヒルズなんて。覚えられるでしょうね、その悪い覚えられ方するよね。いいじゃん、うん、まあ、そういうことな。うんうん、まあそういう1年でしたね。どうです、なんか1年間振り返って。むむゼロ、何もない何も覚えてない。いや、ちゃんとライブしてお客さん来てくれてさ何にも覚えてない、手応えもないしいや、お客さんに失礼でしょ来てくれてるのにいや、だけどさ、これさ、うん、本当に思うよね、なんか、うん、基本はもう俺は最近は幸福度というものをね、はいはい、のみを考えてるんだけど、お金とかさ、はいはい、いろいろあるじゃん、うんうん、欲しいものは何だっていうね、そういう意味で幸福度っていうことに、うんうん、まあ、向き合ってはいるわけだけども、はいはい、あのすごいよね、やっぱね、お前は自分のこと幸せだなって思う、日々思う思う。ああ、うん、でさ、そういう人、うん、あ、でもどうなんだろうな、俺こういう生活してるじゃん、ではいはい、まあ愛してる中で結構言われる、うん、結構な比率で言われるのがさ、うんうん、人生幸せですよね、幸せそうですねとかね。あ、はいはいはい、のお客さんとかにも言われるし、うん、はいはいはい、そういう鮭さんみたいな生き方をしたいですねとか、うん、はいはいはい、コメントとかでもね、うんうんうん、飯とかのね、うんうんうん、で本当にそういう人いるんだろうね、うん、お前そのさ、まあお前は近すぎるからもうそんな思わないかもしれないけど、その感じは言ってる意味はわかる、うんうん、あ、わかるわかる。さあ、そう思ったら幸せなんだろうけどな、うん、俺別に全然幸せじゃないそれは言い過ぎかもしれないけど、不幸ではないけどもっていう感じだよな、うんうん、別に、まあね、うんうん、いや、やっぱりはたから見るとやっぱり、あ、いいなとは思うと思うよ、うん、うん、なんだよね、幸せ、うん、この贅沢なのかね、そう、別に もっとなんだけどなっていうね、うん、まあそうね、いや羨ましいなって思うと思うよ、ほら、あのライブ、うん、うん、あのライブしたくてしてるってやっぱ見えるからさ、あ、うん、あ、好きなライブして好きな飯食っていいなとはやっぱ思うんじゃないかな、そこがうーんなんだけど誰も聞いてない、そう、耳たみだからね、うん、そうそうそう、いや別に聞いててもいいんだけどそうそうそう、いやだから、うん、いや楽しいか楽しくないかって言われたら楽しいよ、楽しい、うん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 、ほら限度あるしな、限度あるし限度、あの例えばファミコン楽しいですって言うけど、それはい、うん、そのなんか例えばわかんないけど、すごいお腹減っ
って死にそうな時にやっても楽しいか、風邪をひいてても楽しいかとかあるじゃん。ああ、はいはい、はいはいはい。骨折してても楽しい、うん、それでも楽しい人は本当楽しいとかある、あ、分かる、この感じ。うん、分かる分かる。だから別に、うん、そうじゃないじゃん、そんな。うん、そうだね。どんな状況であれとか、例えば、例えばこういう環境であれとかね、あの、うん、ライブハウスのライブ会場のこういう環境、どんな環境でも楽しいですわとか、そういうことじゃないじゃん、やっぱり。うん、じゃないもんね。うん、うん、そう、だからなんだけど、うん、まあわかるよ、その相対的に言ってるだけでね、私の生活と比べてがつくわけでしょ、みんな。うん、そうだね。うん、うん、そうそうそう、別にそうだな。まあね、うん、まあまあまあ、うん、大変、大変ですよね。うん、本当に、4、5分、10分前ぐらいにお話に戻るんだけどさ、うんうん、あの、俺ら2人で好感度下げたいのかね。俺もそう、今俺も気づいたの。これ、こんなこと言って何が。そうだね、喋れば喋るほど嫌われていく一方じゃん、こんな。本当よ、喋れば喋るほどね。そういうのをさ、偽善的にやれればいいんだけどね。今年も本当に皆さんのおかげとか言えればいいんだろうけど。そうね、そうだね。思ってるけど。いや、もうますます言う必要ないじゃん。ああ、そうだね。うん、そうだそうだ、当たり前だからな。うん、そうね。言った方がいいんだろう。まあ言った方がいいでしょうね。今年もいい1年でしたって、ね、皆さんに支えられて。だからあれだろ、お前の今年の1年はの、うん、そのビル買ったりああだこうだしたりとか、家庭が幸せとか、うん、うんうん、基本的には全て自分のおかげだよね。それは言っていいと思うよ。いや、あの、嫌な方向に導いてくるけど、これはもう私の力。いやいや、どう考えても私の力でしょ。何回も考えたでしょ。どういうパターンを持ってしても、うん、私の力。あの、値段交渉からお金をする能力から、しょうがないよな、それは。うん、そう、だから他人が、嘘ついてもしょうがないもんな。そうそう、他人が関わってないから。うん、まあ、俺の活動に関しては基本的にはあの応援してくれる人のおかげだから、まあ、違うんだけども、ちょっとずるいかもしれない。私たち仲間だから。何回も考えたんだよ、俺も。だけどやっぱどうしてもやっぱ、うん、あの、来てくれる人ってとかね、がね、人だよね、うん、人だよ、財産って人だな。なんかビルとか所有するものとかあってもしょうがないな。急に好感度。財産って人だなとは思う。交換取りに行ったね、急に。いや、違う違う、何回も考えたのよ。考えてね、心からそう思ってるのね。そう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 、うん、まあまあ、そんな話はどうでもよくてな。はいはい、まあ、お互いまあまあでしたよ。お前は幸せだったってことな。そうだね、うん、幸せでした。まあ一応振り返りでな、はい、しとこう。はい、そうだね、ラジオの振り返りをね。まあ、どうなの、お前は今年のラジオ自体のその全体的な感想としてはどうだったの、うん、まあ、例えば撮るの疲れきつかしんどかったとかいろいろあるじゃん。ああ、そうだね、まあ撮るのは、うん、しんどいはしんどいけど、まあだからこの前もちょっと話したけど、振り返ってね、聞いてみて、なかなかうまくいかんなっていうのは思ってるね。あとでお前のベスト一応聞くからね。そうだね、うん、そうそうそう。じゃあ一個ね、読みましょう。はい、ラジオネーム JP。 はい、今年のベストエピソード、うん、3月11日の200回スペシャル動画生配信。ほう。あ、あったね。ほうって全然お前ピンときてないじゃん。3月11日、200回記念つって、鮭、さんは島の部屋から、そして桃さんは奥さんの実家の近くの町役場の駐車場から。あー、やりましたね。桃さんは周りの人を気にしながら、うん、内首生首スタイルで昼間の生放送でした。うんうんうん、あ、やりましたやりました。これお前のこと褒めてるよ。何がすごかったかというと、桃尾さんはスマホのカンペを見ずに番組の概要をほぼ完璧に言い切ったこと、今年最高のハイライトだと思います。もう3年ぐらいやってるからね。いや、だからお前がその、なしでも読めたっていうな。
ありがとうございます。ありがとうございます。36歳。頑張ってます。どんなレベルなんだ。だからさ、お前にこの、その、画像だけ送ってやるよ、これな。はいはい。これお前さ、本当に、うん、お前はさ、わざとやってんのかっていうぐらい変なことするじゃん、いつも。そう？なんかしたのかな？うん。それでお前は、この内側に。あったね。後ろのやつが余計そのなんか弓矢の的に見えるから、その江戸とか戦国時代っぽいのよ。はい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 。まあこれ気になる人は200回のやつ聞いてくれればね。そうだよね、うん。これだからめっちゃ初めてこれをやったんだよな、その生でつないで。そうだね、ラジオ動画バージョンでね。これまあまたこれたまあおもろかったからやってみてもいいしな。ああ、まあ背景がねちょっと気にはなるけど、いつもどんなところでしてるかっていうね。なんかやれんのかな、なんかあるよね、あの後ろ全部あの CG であれできるやつとかある。ああなんかねあるね、あのズームとかのやつでしょ。そうそうそう、うん、やったことはないけどね。まあよかったんじゃないか、200、うんうん、まあ俺もこれはなんとなく覚えてるよね。はいはいはい、確かにこう画像見たらやったな。てか思ったよこれ見てさ、うん、俺結局半年というかことほぼ半年いたのに、うん、俺島いたんだと思うよね。そうね、だからあれまだ半年前なのね、島にいたのかっていう感じだな、うん、いやまあいたのは多分5月ぐらいまでなんで、まあまあ約半年だよな、うん、うんうん、そうそうそう、だからそれこそ去年の1年前の11月ぐらいから半年いたんだけど、うん、はいはいはい、ええー、と思うよな。そうだね、全く覚え ほぼ覚えてないっていうか何してたかも覚えてないよな。あんまりこう、まあ、一応その間にね、そのアルバムができたりとかね。そうだね、絵も描いたしね、うん、そういう意味で言うとこの他の人も来てるのがラジオネーム、はい、イーコプス、はい、今年のエピソードベストエピソード、うん、どれも面白すぎて選びきれなかったのですが、うん、2023年で一番良かったのは、はい、199話ほう回目、まだなんとか元気です。全然覚えてないけど、ほうどんな内容だったのかな。前はしばらくしてから消すからとおっしゃっていましたが、この回で YouTube に上げておいたら作品は残り続けるからいっかというふうにおっしゃっていて、残してくださるのが嬉しいなと思ったからです。何この、何これ、信者なのこれ。なんかあったのかな。おっしゃっていただきましてじゃない。残していただけるのはじゃないのよ。199回目ね、どんな話だったんだろうね。いや全然覚えてないな。まあだからあれじゃない、なんか多分だけど体が悪いみたいな話だったんじゃないかな。あーはーはーはー、体悪くてヘルニアで風邪っぽくてなんか死んじゃいそうみたいな話したような気するな。あなんかあったな、そんな話も、うん、うんうん、違うそんな話ばっかりでしたしね。そうそうそう、体痛いだなんだから、うん、でそうそうそう、他にまあ、残してくれてるのが嬉しいと思ったからです、うん、よたってるよ太郎とか普段も思い出して笑っちゃったり、よたってるよ太郎、外で聞いたら危ないほど面白い話や他愛のない話も癒されますが、やっぱりごく稀に出てくるシャケさんの思ってることが聞けるのが一番の好物です。ああいいじゃないですか。いいじゃないですか。俺のよだれでも買うんじゃないかこいつは。売ってみたり言って。やめろよお前。俺もやだわ。俺がやだわ。あでもねそう思ってくれてるのはありがたいね。よたってるよ太郎とか言いそうだけどな。うん、お前どうせお前のことだろそれ。そうでしょうね。そうでしょうね。あとは205回から207回のアルバムで作品解説をしてくださる。ああそれやりましたね。海賊好きだからケルトパンクみたいな曲も好きとか、うん、好きなのかなと思ったり、逆再生のクジラみたいな音は、ああはは、うんうん、あれか、そうだね、やっぱりほらゆらぐら、そうね、解説しなきゃ、ね、貴重な話聞けてよかったですということ、うん、そうだね、そうだね、解説しなきゃほら分かんないところもあるからね。
だからさ、そう考えたらさ、まあまあありがとうございます皆さんということで、はい、うん、そう考えたらさ、うん、いろいろやってるのはやってるそうだよな俺な。まあね、うんうん、あ、そうだよ。だからまあ いい方なのかね。うん、まあこういい評価をねしてくれてるからいいんじゃないですか。楽しかったならもう何よりですよ。そうだね、そうだね、うん、だからそういう人もいるってことは良かったね。うん、そうそうそう、金も落としてくれてるんだろうし、そういう人たちはね、うん、ありがたい。ありがたいよな。ありがたいですね、うん、お前のじゃあその思い当たる、まあベストとはじゃなくてもいいし、うん、あ、ワーストでもいいし、なんかある、うん、やっぱり残ってるのはね、これは2023年9月23日配信の227話、企画ライブのタイトル名を考える話の回ね。ああ、そんなあったか。あったあった、あ、あれこれあれじゃん、お前んちで動画でやったやつか、この辺の動画で。そうそうそう、そうそう、動画でスイカ食べてるやつ。うん、スイカ食べてるサムネのやつね。うん、あ、そうか、ほら、これは前のやつだけど、そうそうそう、サムネは前のやつか、だからこれは普通の、そうそう、通常ラジオか。そうそう、リスナーさんに企画ライブのタイトルを考えて送ってもらって、うん、私自身も考えて発表するっていうやったやつ、うん、そんな、うん、これ、で、なんでこれはお前は記憶に、うん、これはなんだろうな、自分の恥ずかしさだったりとか、いや、手応えがなかった方ね。うん、そのエピソード的にはどういうこと、もし、あ、もしかしたら後で差し込むから、それエピソード的には、うん、お前のその記憶のがってるシーンというか、シーン、いや、ほら、企画ライブの名前私自身頑張って考えてさ、発表するんだけど、お前なんて言ったんですか。ちょっと何を出したか全然すいません覚えてないんですけども、うん、なんかそれで何なの、頑張って考えて出したものが、うん、これお前だろってすぐシャキ君にバレるから、恥ずかしさもあり、うん、そこでボコボコに打ちのめされるっていうね。そんなことなかった。そうなの。そうそうそう、そうだったよ。うん、なんていうのかな、まあ、お前の言う癖みたいなのが分かったってことか。そう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 、でこうひねって考えてなんか長かったりとか、ああ、やりそう。そうでしょ。そうそう、それがね、なんか引きずったなと思って、1週間ぐらいなんかモヤモヤした気分でいたな、この収録の後。それは落ち込んだんだ。うん、そうそうそう。逆にそのベストみたいなのないの、そのこれ良かったなみたいな。ベスト、あ、良かったかい、自分の中で。良かったかいなんかないよ、まあ。笑っちゃったなみたいなないの、笑っちゃったなぁ。いや、ないよ。なかったらダメなんだけど。いや、なんか、だからもう、ほんと、痛みしか残ってないよ、一年。これ一応言っとくけど、お前、これ年内最後だからな、お前。だから皆さん、もう痛みしか残ってないよ。そうなの？うん、そうだよ。ちょっと待って、ね、笑っちゃったか。本当にさ、こんな身も蓋もないこと言う聞いたらちょっと終わりの始まりになってしまいそうで嫌だし、あれなんだけど、はいはい、じゃあ、うん、真面目にね、真面目な話ね、うん、そんな、なんでお前じゃラジオやってんの。いや、笑っちゃったわね、常時笑ってるから。ああ、刺激はあるってことね。刺激はそのあるっていうね、そうそうそう、そうそう、だからやっぱりさ、振り返ってみるとね、あ、楽しかったなっていう記憶よりさ、うわ、こう自分が恥ずかしかったりとか、そういう記憶の方が残りがちじゃないですか。ああ、まあまあ人によるけどな、なんか基本的には楽しい記憶の方が残るらしいけど、この瞬間的なものはそうかもね、その1年、そうそうそう、これが例えば10年ぐらい経ったら、あ、楽しかったなになるのかもしれないけど、うん、なんかそうそう、1年振り返ってみると、その、あの時恥ずかしかったっていうのが一番残ってるね。恥ずかしいことなんてないよお前、
みんな皆さん思ってると思うよ。一切ないと思うよ。お前本当に胸張ったらいいと思うし。いやそんなことそんな扱いじゃないじゃない。いやいやいや、もう本当にみんな思ってると思うもん。あの本当に DM ください皆さんね。あのもしあったら、うん、腰ももうのこういうところがいいっていうねところ。あ、そうだね。うんうん。うん、どしどしと投稿フォームから。うん。そういうコーナー作るか。またじゃあ。あ、いいじゃないですか。腰ももを褒めようっていうな、うん、来年は。あ、いやこれはこれで危ないな危ないな。いや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 。あ、なんか危ないぞ。うん、腰ももを褒めようね、うん、腰ももを褒めようにね送ってくれた方はね、うん、まあまあいいノベルティが腰から送られてほらほら来た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 。お前メンタフどうなったんだよ。来た来た来た。あ、メンタフね。メンタフちょっとお待ちください。お前これ年内にや年内にお前メンタフ片付けろよお前。やっぱこれはクリスマスシーズンで忙しかったからさ。だからこそのメンタフだろうお前。疲れてんなら確かにね。ああ、まあちょっとコシモムを褒めようもあるし、教えてモム先生っていうのも俺メッセージあるから、うん、そのコーナーを作ってた。懐かしいね。はいはいはい。ああだってお前俺のラジオの投稿フォーム知らないだろお前。見たことないだろお前。あ、見たことないね。メッセージテーマをいくつか一応ざっと上げたのよ、その中に。そうなのね。そうそう。それで、ある中で、まずフリー、ね、メッセージではフリー、あと、鮭、はいはい、の話、今年のベストエピソード。まあ、これは、それでみんな送ってくれたんだけど。あ、はいはいはい。あと、まあ、広くね、あと、悪口、ね。悪口、うん、あと、自慢。いや、みんなのね。はいはいはい。皆さんの悪口、皆さんの自慢。あとは、うん、コシモモのお悩み相談、教えてモモ先生。はいはいはい。で鮭の物販を考えようとかね。うん。あ、本当だね。あとこの辺もう飽きたんだろうなと思うんだけど、ね、向井治を褒めようって書いてる。どうでもいいよ。多分埋めようと思ったんじゃない。だからこれは、うん、これが腰桃を褒めようで変えればいいわけだね。あ、そうだね。うん。うん、今みたいなドリームマッチ。これ来てほしいね。これ来て今見たいドリームマッチ腰桃バーサス何。はいはいはい。これ本当にやらそうと思う。あのだからガラガラヘビでもいいし。ね。皆さん次第気をつけてください、うん、皆さん、うん、本当させられました。北九州のヤンキーでもいいしね。もう最悪だね。遠目で撮っとくから。いやすぐこう割って入れる位置にね。いやもう本当怖いから。うん、バーサスね。うん、うん、まあそういろいろね、また来年もやっていこうということで、はい、そうね。うん、じゃあ全体その今年のじゃ あの皆さんにご挨拶しておきなよお前は。そうですね、今年も、鮭の話を聞いてくださってありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。良いお年を。大人でしょ。まだ OK 出てない。鮭の話では、皆さんからの、それ聞いた。最初に聞いたから。また来年も、面白いラジオしていきます。頑張ります。よろしくお願いします。ね、鮭、さんの方から今年を締める。まだ出せる。まだ出せる。要望等あればラジオの投稿フォームの方まで。それも聞いたから。全然聞いたから。この後じゃあ私はまたメンタフをもうこの足で今日会行きたいと思いますので、楽しみに待っておいてもらえればいいかなと思います。じゃあ2024年も皆さん楽しんでいきましょう。ちょっと待って、急になんか車高カーテンのあのくる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 っていう、ま、回すタイプのやつすごい巻いた感じがしたけど。はい、終わりですっちゅうね。2024年を出すとね、もうしまったかなと。まあ、じゃああれじゃんね、来年とかそのお前がほらビルができたわけだから、あるでしょ、そこでスタジオとしてね、あのラジオ撮ってもいいし。そうだね。うん、ね、そうだね、撮れるよ。ライブもやろうと思えば、頑張ろうと、やろうと思えばやれそうなんだろう、それ。
そうだね、多分できると思う。なんかちょっとそれいろいろ考えようよ、せっかくだからね。はい、できる範囲でね。うんうんうん、ということで、はい、来年はまあ1月また明けましておめでとうございますラジオになりますので、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、ね、私は何にもあの皆さんに感謝はないですけども、あ、今日の一曲だ、はい、それをやろう、今日の一曲、人気者になれなかった君へ。じゃあお前さ、うん、分かんないけど、なんか分かんないけど、うん、ね、うん、今年最後の曲は悲しみ食いでとかじゃないんだ。さ、お前すごい、一番選ばないやつよ、俺のある曲の。バカじゃないの、お前。お前さ、年末のお前、2月30とか31にさ、うん、中には一人で聴いてる人もいるわけだよ。お前、それで、ね、はいはい、最後にさ、何考えてんの、お前。じゃあ、聴いてもらおう。聴いてやろうと思って。なれなかった君をね。うん、ということで、本当に、はい、そういうことですから、アシスタントはね、はい、こういうことですから。ということで、はい、皆さん、また、元気に、いろいろもろもろやってください。ということで、はい、鮭オーケストラの鮭の嵐、鮭オーケストラと、腰ももでした。はい、良いお年を。人気者になれなかった君へ。6歳の君へ。物心ついた時から君は下を向いている。威圧的な振る舞いに立ち寄ると苦笑い、決まっていつも苦笑い。ただひたすら、ただひたすら身に降りかかる災いが通り過ぎることだけを、ただひたすら祈っていた。6歳の君へ。今とても不安だろう。でも大丈夫だよ。いつかきっとその下に折れ曲がった首が持ち上がり、臆面なく笑える日が来るはずだ。だから大丈夫だよ。今はまだそのままで大丈夫。人気者になれなかった君へ。15歳の君へ。分かってるんだろう。誰かと比べることの不毛さを、それでも比べてしまう意気地なさを、人を羨ましく思ってしまう意地汚さを、自分が自分でいることへの嫌気さを、その全てに抗えない無力さを、どうすることもできないことなんてとっくに分かってるんだろう。15歳の君へ。今とても惨めだろう。でも大丈夫だよ。君じゃないとできないことがきっとある。君じゃないとダメな人がきっと現れる。だから大丈夫だよ。今はまだそのままで大丈夫。人気者になれなかった君へ。27歳の君へ。自分があの時思い描いていた未来予想図は数どころか8にも9にも10にも更新されているだろう。何にもうまくいかないくらいなら全てを投げ出して、破り捨て、燃やして、いっそ派手に死んでしまえば誰かの記憶に残ることができるのかな。27歳の君へ。今とても暗いだろう。でも大丈夫だよ。いつかきっと暗い夜が終わり明るい朝が来るから、消えてなくなりたいと考えた自分を愚かだったと思う日が来るから、だから大丈夫だよ。今はまだそのままで大丈夫。人気者になれなかった君へ。
今日今の君へ。体重も増え、酒の量も増え、体のあちこちに痛みを覚え、期待で胸膨らませ用意したものを誰にも見向きもされず片付けて一人帰る。いつも栄光ある過去を懐かしむことも、希望に満ち溢れる未来を語ることもできなくなった今日今の君へ。そろそろ気づき始めたとこだろう。君にはその才能はなかったんだと。しっかり受け止めるといい。君にはその才能はなかったんだと。辿ってきたものは悔やみの道と、重ねてきたものは失敗の年月、破ってきたものは数えきれぬ約束、残されたものは犬も食わぬ紙くず。笑うって難しいよな、信じるって難しいよな、走るって難しいよな、合わせるって難しいよな、振る舞うって難しいよな、逆らうって難しいよな、立ち直るって難しいよな、諦めるって難しいよな、続けるって難しいよな、決めるって難しいよな、切り替えるって難しいよな、打ち解けるって難しいよな、馴染むって難しいよな、稼ぐって難しいよな、許すって難しいよな、生きるって難しいよな、感情を殺せ、感情を殺せ、感情を噛み殺せ、感情を噛み殺せ、感情を殺せ、感情を殺せと、感情をむき出しに叫んできた今まで、人気者になれなかった君へ。それでも続けろ、やめるな、続けろ、やめるな、人気者になれなかった君へ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 、人気者になれなかった僕へ。酒の話